うわここまで来とったよ。あ、そうなんすか。ちょっと扉の感じ変わったね。はい、昔もうちょいね、うん、ガラガラっていうこれもっと汚い感じだったんだけど、神吉さん、何やってんの？オーダースーツとか作る人いなかったよ。スーツ着てる人はいなかったんだから。スーツ屋さんがあるじゃないですか。いないんだって、鹿児島。あの、私が一番焦ってますよ。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。チャ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 。さあ、ヨガさん、はい、今ここは何、鹿児島中央駅。あ、はい、そうです。の目の前ですね。はい、元西鹿児島駅の場所。はい、これはヨガさんがいつ何歳ぐらいの時によく遊び来たんですか？18とかの時、うんうん、よく学校帰りとかに通ったり。高校生の時よく遊び来たんだ。はい、まあ、遊ぶって言ってもそんな遊ぶ場所なかったですけど。でもよく来たんでしょ。はい、そしたらもうね、青春の1ページなわけだから、なんかいろいろ思い出もあるでしょ。いや、ただもう変わってますね。わけわかんないです。いや、岩川さんわけわかんなかったらもう誰もわけわかんないんで、何かしらあるでしょ。だってここ何屋さんだったのにコンビニになってるよみたいなのでもいいんで、なんか思い出の場所行きましょう。それもあのね、さっきもね、あのよく行ってた200円ラーメンって店があったんですよ。200円のラーメン屋さんが。すごいね。はい、そこもなくなってるし、はいはい、あと何ですか、ムツゴロウ焼きって言って、たい焼きの中になんか目玉焼きとかが入ってるハムエッグや、ハムエッグが入ってるのがあったんですけど、それもなくなってるでしょ。もう手がかりないですけど、ゲームセンターあったんですよ。レトロゲームいっぱいある。はいはいはい、そこ行こうと思って、でゲームセンターって言ったら、うん、ビートなんとかって言われてきましたね。名前に聞く覚えはあります？あ、全くそのゲームセンターの名前認識せずに入ってたんで私。はい、道とか何とか覚えてないですか？いやー、ヤンカーさんって本当にここ出身なんでしょ？いや、そうだよ。あ、でもそのゲームセンターが徒歩4分であるみたいなんで、そこ行ってみましょう。まあそうですね、じゃあそこかもしれないしね。はい、出発で、こっち安いです。行ってみましょう。はい、わかりました。もう本当わかんないんで任せますよ。はい、土地感全くないんで。はい、全く記憶ねえな。なんだここ。初めて来た街みたいじゃないですか。ほら、ビルも新しく建ってるか。なかったもん。もう反対ですけど。あ、反対ですか。でも通れないんで、はい、駅の中に入って、あ、なんかこう。あ、はいはい。あ、なんで、行きますか。地元民じゃない千葉さんに先導されてるんですか。ここまで変わったら分からんつの、本当に。みんな見ますね。鹿児島にはいないんですかね。ポンポンポリン来た。落ち武者は。さあ、東京ではあんまりなかったでしょ。何やってんの？オーダースーツとか作る人いなかったよ。スーツ着てる人はいなかったんだから。スーツ屋さんがあるじゃないですか。いないんだ、鹿児島。あれ、このビートクルーズバーズで今どうやったっけ？え、地図見てるんですよね。地図見てますよ。いや、なんかムーンウォークみたいな動きでどうしたんですか？進みたい場所に進めないんです。ね、はい、じゃあなんかうまくしますよ。ちょっと遠回りとかなるかもしれないです。まあいいですよ、全然。はい、待ってくかな。ね、これもスーツ着てる人いました。じゃ、いますよ、それ。いやいや、本当いなかった。これ住んでる時はそんなわけがないでしょ。だからスーツ着てやる仕事がなかったんだよ。、ね、鹿児島そんなわけがないじゃない。いや、だからマジだっつうの。オフィスとかありますよ、見た感じだって。作業着着ていい人しかいなかったもん。変わったね、そういうのでは。聞いたこと言ってますよ。
あの電車懐かしいですね。覚えてる？ようやくなんか懐かしいってワードが。あのクリーム色のこの電車、ディーゼルで乗ってるんですよ。あれ、ディーゼルじゃなくなってる。電車になってる。昔あれディーゼルで動いたんですけどね。あ、そうなんですか。だから鹿児島人で電車のことを汽車って言うんですよ。でも今はもう変わっちゃったんですね。変わりましたね。はい。じゃあ結局別に懐かしくもなんともない電車だったってことですか。まあ車両のカラーとか自体は懐かしいです。でも見てたやつは違うってことですか。はい、ちょっと違いますね。ああね、今の人見てもびっくりしましたけどスーツ着てましたね。結構普通にスーツで着てる人いるじゃないですか。いやでも昔とかあった何にもないですね。だからうなってるだけですもん。普通の街おじさんがうなって練り歩くだけですもん。あの私が一番焦ってますよ。なんか20年ぶりに帰ってきて、はい、懐かしい話に花が咲いたりとか、はい、なんならちょっとね感動とかあるんじゃないかと思ったんですけど、はい、何にもないじゃないですか。いやここまでかこれね逆の立場でも俺と同じ動きしてるよ。本当俺が頭おかしいみたいになってるけど、このまま行ったら、うん、あの編集的に、うん、現地鹿児島って言うんだよ。嘘だと思われます。言ってないと思われちゃう。どうせまたあれだろ、玉のなんかどっかうろうろしてんだぞって思われます。なんか風景も玉っぽいんですよ。親戚っていう言ったらそうかもしれないって思う。なんかせめて見てちょっと頑張りましょう。すごいな。ねえなあ。なんだよこれ。なんかやべえ。どうしよう。聞いてみたら。あ、ま、参ったな。どこに行った。企業。なんかだ。あ、すいません。あの、あ、ごめんなさいごめんなさい。どうしよう。無視されたじゃん。ヤマさん。はい。あなた鹿児島の人に嫌われてます。すっごいびっくりした顔して無視されたじゃん。あの東京の人はね、はい、冷たいとか言いますけど、東京でもここまでガン無視されることってなかなかないですよ。あの年齢の方にお話しして。いやそれはもうここが悪いみたいな言い方しますけど、が悪いんですよ。薄すぎましたからね。あ、ここら辺建物、あ、そ、結構昔からありそうな感じですよ。待って、その商店街がもしかしたら昔の街並みが出ているかも。ちょっと行ってみましょうか、じゃあ商店街。まあ、商店街はね、多分20年前のお店残ってるでしょうか。いい、何かしらあるでしょう。なんだ、商店街全然ねえじゃないですか。商店街じゃないじゃないですか。ね、商店街でもなんでもないんですか。いやなんか商店街あったのよ。いやこれどうしましょう。これ変わりすぎですね。昔からありそうな。これは絶対変わってると思いますよ、この感じは。いいえ、だってこれ20年以内にできたとは思えないですもん、これ。いやこんな広い道なかったわ。この道は多分変わってないと思うんですけどね。変わったっけ、これ駅に戻っちゃいますか。大丈夫ですか。駅に戻っちゃいますか。ここ通りました。それもやば。あ、ここ通りましたか。岩川さんがみんな覚えてますって。あ、本当にやばいですね。怖い。こっちのセリフで怖いですよ。怖いよ。時の流れ怖いですよね。岩川さんがもうなんか取り残された人みたいなんですよね。天文館行きます。天文館、はい、それもうすぐ行けるのここから。天文館は徒歩で 1.5 キロとかだった。そこだったらなんか思い出せそうですか。天文館まで行けばさすがに
なんか知っているところとか出てくると行きますか。さすがに何もなさすぎますから、はい、はい、そうしましょう、はい、嘘ついていいですか。一か八か、じゃあちょっと いいですよ。何ですか。うわここまで来とったよ。あ、そうなんですか。ちょっと扉の感じ変わったね。あ、昔もうちょいね、うん、ガラガラってやっぱプレボット汚い感じだったんだけど、右吉さん、ヨガさん、ヨガさん、はいはい、神吉さんです。神吉って言うんですか。あ、僕神吉って間違って読んでました。あ、ずっと、はい。確かこの辺ソープランドあってな気がします。全然記憶出てこないね。それは出てきたんか。散歩じゃん。なんだこれ、皆さんもう普段より喋ってないですよ、なんか思い出なさすぎて。みんな怖がるんでちょっと焦ってますよ私。それは怖いです、うん、天文館は本当によく行ってたんですもんね。あ、天文館、はい、その国際ミュージックってとことか。あ、それなんですか。どういう場所ですか。わ、ストリップ場ですよね。あ、ストリップ場行ったんだ。はい、ストリップ場行ったりとかして。何歳の時ですか。いや、二十歳ぐらいの時ですからね。二十歳でストリップ場行くに行きます。これなんかメインストリートっぽいですよ、この。あ、はいはい、この辺はありました。なんか覚えてます。確かこの辺だったかな、なんか、はい、近所のおばちゃんが、うん、ね、ボランティアで吸い殻をこうシートに取って、はいはい、あ、じゃあついでだかって思って、僕が吸ってたらここ入れてって言ったらぶち切れないと思って。結局人の心分かってないってね。それは腹立ちますよ、そうやって横でゴミ増やされたら。何にも変わってないじゃん。お前のために掃除やってんじゃないって。その頃からなんか全然前に進んでないですよ。ずっとその場所にいるじゃん。ああ、そういう思い出あるよ。あ、本当だ。こんな商店街抜けたら山なんだ。ちょっと変わってますね。そうでしたっけ。これはさすがに変わってない。急に山はできないんで。なんかきつやかな、そんな。いや、ここまで歩かせて、それはないでしょ。ここなんでなんか思い出せるって言って歩いてきたの。じゃがいもバーゴンの店。いや、あの看板読んでるだけじゃないですか。これ豚骨ラーメンって、これ昔から出たでしょ。あ、これありますね。うん、いや、ありますね、じゃなくて、それは僕でもわかるんですけど。映画館だったの。さっきのあの呼び込みしてた人いたでしょ。うん、何、あの CM ドラマの看板が立つって矢印があります。あ、マジで、はい、あ、映画館は分かるわ。なんで初めて来た人の方が先見つけた。どこだ、どこだ、映画館、はい、参りました。そうですか、はい、天文館シネホラです。7スクリーン、ーこんな小切れなとこあったっけ。いや、これ新しくできたんだよな。新しくなってるね、タンパク。これ。あ、これ私好きな時と違いますね。え、じゃあなんか思い出とかは。はい。あのロボコップ途中から見て、で終わるまで見て、また途中ロボコップ1回半見たっていう思い出。それここですか。じゃないんじゃないかな。いや、ないんですかね。じゃあ、鹿児島ならではっていうか。地元ならではの橋が一個も出てこないんだ。あ、照国神社だ。あ、あれは懐かしいだ。おお。照国神社登ったところにね、公園があるのよ。うんうん、学校対学校の喧嘩になった時、あの照国神社のけど。あ、
そう、ケットみたいな、はい、あ、昔のヤンキー漫画みたいな、はい、わざわざみんなで山登って怪我していたら、はい、そうですね、最悪でしたよ、朝っぱらから。あ、その朝なんですか。うん、朝、うん、人集まる前に。あ、美術館覚えてます、はい、美術館、それ、はい、ここ美術館、私立美術館、何、無期限の高校で謹慎食らって、はい、ああ高校で岩さん、そうだ、はい、机を先生にまで投げて謹慎食らったんだ。ああ、はいはい、椅子ですね。あ、椅子、はい、はい、その時に、はい、それで、で毎日完成度書かないといけないんですけど、うん、もう毎日やっと書くことないんですよ、はい、だからちょっと違うエッジを聞いた反省文書こうと思って美術館来たことあります。どういう反省文になった、美術館に来ると。ああ、はい、反省しながら美術館に行ったっていう反省文を書きました。なんか反省してない感じするんですけど、はい、遊び行っちゃってんじゃない。あ、だからそれもちょっと問題になりました。緊急中なのに美術館行くのはどうなのかっていう会議が決まった。それはそうですよね。やる前にそうなるってわからなかったですか。だって書くことねえんだもん。書くことねえんだ。やがって本当昔からその考え方ですよ、ね。しょうがねえじゃんみたいな言い方すごいしますよね、今でも。しょうがねえだ、金ねえんだもん。あ、大きい神社ですね。照国神社でしたっけ。はい、照国神社。なかなか思い出てこないですよね。え、覚えてないですか。ああ、いや、天文館はもう照国神社で。どこやったっけ、その公園に行く道。いい、それ岡さんしかわかんないですからね。神社で確か待ち合わせしたんだよな。そこはなんか山に登って行って、はい、喧嘩したんですか。ああ、はいはい、こっちかな。でも何十対何十って感じになるわけですか。ああ、はいはい、そうです。そんな出来事多分普通の人ないんで。どんな感じで想像がつかないですね。だからどこ見ても喧嘩してる。本当に戦みたいにわーってなるんですよ。大変でした。どっか登れるとこあったと思うんだけどね。だって相当な思い出じゃないですか。僕多分そんなことが僕の人生であったらいつ忘れられないですけどね。一生に一度というかもう。じゃあその公園行きましょうね。いや別に僕は何の思い出もないですからね。行きましょうってなんか。行きたいわけないですよ僕らは。知らない人が知らない街案内されてもやっぱあんま面白くないですよね。誰も知らないですこの街も。あ、ここや、多分ここ登っていくのかな。自分だって言った、自分の記憶だとどうなんですか。うん、あんま覚えてるんだけど、とにかく上の方登ったらこれこうやってよ、はい、これ登れます、これなんか違くないですか。登れる場所じゃない、違う、違うところだと思いますよ。それなんか道、登る道じゃないんじゃないですか。オッケー、いいですか勝手に入っちゃって。お、オッケーオッケー。じゃあもう帰りますか。いいんじゃないですか。なんかどうせ登っても何にもないし、何にも覚えてないし、もう来るまでもう 1万歩以上歩いてるんですよ。11,796歩、うん、ほぼ12,000歩ですね、うん、この12,000歩何の収穫もない1万2000歩だから、やっぱずっと心ここにあらずっていう雰囲気でした。ねえ、なんか、うん、どこだここって言ってましたもん。結局岩田さんね、昔からこうなんですよね、なんとなく、はい、なんとなくただだらーって毎日過ごしてるから何にも覚えてないんですよ。もしね、まだ若者見てたら、うん、一日一日濃く、はい、ね、生きた方がいいと思いますね。駅も高校の時行ってた駅も覚えてない、遊んでた場所も覚えてない。どうしたらいいんですか、こっち聞かされて。それいっぱい歩いて覚えてないって話だけされて。すいませんね、若い人はこうならないように反面教師にしてください、はい、ありがとうございました。すいませんでした。
そこそこそこ面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。